ジルバ竹下何がジルバだ、クイズ100人来ましたで、指導者の山田さんチームの中に変わったじいさんが一人混じっていました。確か3問目の外人野球選手と言って真っ先に思いつく人はという問題にバース・ロナウドのいい答えが飛ぶのか、とうとうそのじじいに順番が来てしまい、じじいは少し危なげに屋敷とかわいそうでした。屋敷は似ているがフィリピン人じゃないのって言わない。屋敷だから、じじいが知るわけねえじゃねえか、バカ屋敷だ屋敷、じじいが、危ないじじいが屋敷って言ったら言わないよ。福島にいてスーパースラング、本当だ、消し印見たって福島行ったのかね、うん、パリーグの南海や阪急の選手に顔が知られてねえから誰も声かけねえじゃねえか、この福島に来た深見行ったんだ深見何言ったほんとさ、消し印福島に行って福島に福島中央なんか行ってたんだねえ、あの顔で客席に行ったのはないってな、繋がってるんだ埼玉県林家永平バカだよバカだよ夫婦の夜のプレイの時、何がプレイだバカだよプレイの時、すべてを旦那に任せて自分は何もせずに喘ぎ声を出しているだけのかみさんと、それとは対照的に一生懸命いろいろなラーゲンをやって一生懸命いろんなラーゲンをやって喜ばれている旦那という夫婦が、私が思い主に肉体労働をやらされてもらっている旦那です。そしてこちらが頭脳労働を担当している神さんです。これだけプレイが違ってももらえる杭は同じ、おめでとうございます。くだらないこと、もらえる杭は同じ、おめでとうございます。ないでしょ杭深村法何これ、うん、松田猪熊上杉いつまでもデレデレしないで気合い入れてこい、この野郎、こういうふうにてめえのさ、てめえ才能あんだから本気になってかかってこい、この野郎、知らないよこんなこと言ってたって君のハガキにヒットマンラリアットって何言ってんの、男はつらいよの、タコ八丁ただいさほう何これの三代目三遊亭金馬物語で何よそんなの三遊亭金馬物語、もう意味が全然わかんねえ金馬物語でフジテレビのショットガンを師匠を見ている場面があるかショットガンでファンタスティック4のムッシュムラムラのような顔のアップを見せる悪役紹介のビーダモーさん関山浩二が好評で、深夜フジテレビの TV2 の眠らない眠らせないのヌードで寝てる役も関山さんがやることになり、全国の子供たちが怖い顔怖いと泣くのを見て、本当にあったらクラッシュギャルズも怖くて逃げ出すよ、この三平さんのおかみさんと小林塚家のおかみさんのタッグチームもう何言ってんだか全然わかんないね必殺技は僕らみんなウルトマンのダダに似ている、みんな同じ顔、ギリギリ男は刈り上げ、女はおかっぱキックですな、何にもわからないわこいつ言ってることは、ああ分かんないもん、関山浩二眠らない眠らせないのヌード関山浩二がやる気持ち悪いもうわけわかんない松田歌舞伎町で、道の両脇にストリップ劇場があったので両方入ってみたが、どっちも似たようなものだった時、右と左の違いはあってもやってたことは同じだね、この枝豆ちゃんと高瀬ちゃんだったな違うバカだな商売キリストにおいちおいちみあきらこんな映画モデルは何でしょう、この答えで、1999年の玉川澄だってこの深見はもう分かんない、こいつはもう今年の夏の防犯ポスターの、浅田花子
磯崎明子と間違えたマニアが都内に約5000人がいる今日この頃、某コンビニエンスストアの CM でミカリンがマメに石鹸石鹸と唱えるとアイスクリームを買ってくるという CM があります。さてあなたはズリーセンでエッチな場面や女の子のヌードを思い浮かべようとすればするほどプレッシャーがかかる。タコ社長のレミューやドップレスのうっかり始めだとうっかり始め雑念が浮かんでしまい思わず空気した悲しい経験があるはず。そこでこのオナペット裏書きや石鹸石鹸といったアイスクリームを買ってもらうように物事は逆になるもんですなあという新庄さんの言葉をヒントにオナニーでも逆にめちゃくちゃなオナペットを想像すれば道は開ける。さあ今日のオナペットは缶チューハイの CM でお尻に缶を挟んだり水着のほっぱいの部分で缶をパイプしている水野晴郎さんです。おやおやもう一人ヤブギのパンツに缶を挟んで踊る NHK のできるかなの六歩さんですねとかそろそろフィニッシュですよ。さあ思い浮かべてください。パオパオチャンネルでガキと一緒にオールヌードで踊る、領事キャスターと和歌山富三郎などとイメージさせあなたの同じナイフを演習します。何言ってんだこれ。同じ裏向きやキリストにおいしい写真あっちゃってむちゃくちゃな背景エビイチ染之助師匠とマラソンの増田明美が似ていると言われる今日この頃何言ってんだそれじゃあ私はどうなるのとサザエさん一家のワカメちゃんが登場すればみんな似ているチクロとサッカインと砂糖の味みたいなもんでほほいのほいでもう一杯なんだ渡辺のジュースのものですもう一杯なんてことはよくあることです。なんだか深みの鏡みたいになっちゃいましたけれどもそういうわけでできたのがこのピンチヒッターアッセアです。トロと佐藤農林大臣が入れ替わってもひどとじゃ目分けはつきません似てんだよね。このように忙しい時同じ時間に営業を2つ以上こなせるのが最大のメリットです。例えば今売れっ子の マストン・エンガー師匠に代わりいつもの岡田秀樹さんにピエロの衣装を着てたまに乗らせりゃキャバレーの酔っ払い客には区別ができないものを無理はありません。ドカーンと稼いで事務所を通さず鼻歌賭博や陣地取りんで2倍にもほど3倍にも増やしましょう。ガバコボケベラベルの違いをすいませんだ。何だこいつは。もう何にも分かんない。ハガキがむちゃくちゃだ。ああ、しょうがねえな、もう。むちゃくちゃだ。弁紫。聞いてるピース、何言ってんだ。第三日の小学校の OB の皆さん、聞いてるって何ビートたけしの浅草キッド青春。本当編の続編として予定されている玉袋筋太郎の浅草キッド青春怒涛編で玉袋少年が父の経営する飲み屋に行ってみるとそこは立派なゲイバーでさらに父親役の東方健が第一線で客を取っているシーンがあるがそれ以前に玉袋筋太郎なんて名前の役をやらせるのは嫌だ。でも近鉄の高柳投手は似ている。なんだいつは、なんだこいつは。個人よく国営放送でやっていたドスコイ人生の第2話で親方の留守を預かり一人で相撲部屋にいるとセールスマンがやってきて断ろうと思ったが東北出身の少年で口下手だが、口下手が話題して断りきれずついつい使いもしない化粧品セットを買わされサービスだと言ってメイクまでされて思わずもじもじしていると急にセールスマンの目がギラギラ光り手を握られお兄さんの肌って広いのにねそれに東北出身らしく持ち肌だしと第一太ってて素敵と言ったかと思うと押し倒されやめておくんなましおいらそげなやつっぽい男じゃ泣かせつけんと断ったがすでに遅く浴衣をビリビリ破られた挙句抵抗むなしく釜を掘られるシーンがよくあるがやっと来たがその時うつ伏せのまま涙を流したった一言けたものと言ってなく少年力士の役はやだないよそんな役は。少年力士よくやっていたドスコイジーってそんな NHK ってそんなの流れたことあんねえばんかやろ。東北出身でやめておくんなましおいらそげなやつっぽい男じゃなかですけんどこの人なんだもんこれやろバカやろバカやんねえなこらダメだもうこれはダメだもうこれはダメだな。
反則だよ。短い。もう、だめだ。丸いのひげ腕。彼の反対を押し切って、この夏はハイレグとコンマを突き出す、司法師と知り合い、橋本聖子の自然自供物語が、涙を誘ったのはさておいて、この夏、北野菊次郎物語の主役オーディションで、骸骨の鶴太郎にべったりくっついて、二度と大阪へ帰れない落語界の越高志郎こと、小学生平が、菊次郎役を射止めるという大方の予想を裏切り、以降お茶の間ショッピングで、浪曲大全集の CM のために無理やり前振りで、いや、ああいう名人の音をもう一回聞けないですかね、と臭い答えを言う、ハンチングにメガネにちょびひげのおじさんが、菊次郎に選ばれるのをはじめとして、ビールの CM で、いや、このスカトロンというものを、スカトロというものは、あっにしたやつには、ノーベル賞をあげたいね、と、そう思わないと、うんちを浴びている、岡本勇美の若い頃のような顔の親父と、甲子園のテレビ中継で全試合爆裂と裏にいるタンクトップ姿の高校野球マニアのおばさんが桂国彦物語にスカウトされそうなになったことと、新鋭電機の CM で海の数多のバッグにいる女のヘアスタイルと顔が10年前のビジボンのモデルのような全部まとめて嫌だなんだよ。でもここにあることがわからないリスナーももういいだって、何を言ってんだもん。ああ、それな、あ、これはすごいよなぁ。ノーベル賞あげたい。ノーベル賞あげたいね。しょうがないってだよ。しょうがないってだよ。浅草町子。有名なスリッパだったな。日本、アメリカ、中国の中高校生を対象とした誰を最も尊敬するかというアンケートの結果がテレビなどで発表され、かつてのペンキ屋の世界が日本の第5位にランクされたのを聞いて、やったりだけじゃん、明日はホームランだと北野咲さんが喜んだまでよかったが、その日の衛星放送で流れた ABC ニュース、つまり全米ネットのニュースで、そのことがじっくりと取り上げられて、日本ではタレントが尊敬されるという奇妙な傾向がありますと、字幕と一緒にミスター便秘の格好した殿の姿を映っていたら、間抜けというよりも本当に見てもなかったですって、バカ野郎お前、しょうがねえじゃねえか。尊敬していたね、便秘なの、やだな、まずいな、どんじゃこいつなんだと思ったの、外国でミスター便秘の格好したの、井口真知子。ホットラインという番組で高校生またがおい、ベスト10というのを発表していましたが、その中で第5位はビートたけしさんです。事務所を通じて当然の結果ですとおっしゃっていました。たけしさんは自信があるんですね、などとにこやかにコメントをしたまでよかったが、その時に流れた映像が頭を白くし、鼻は黒く、正座した膝の上には岩を置いて拷問を受け、さらに弟子たちに担がれ頭に墨をつけ引っ張り回されているという地獄絵図のようなものだったので、どう見ても当然の結果なのか、なんかの間違いとしか思えないわ、私だけだと思います。あ、そうだよ、やわったのよ。まずいよな。竹井町の拷問のやつだ。参ったな。しょうがねえな。しょうがねえな。29日の放送のスター爆笑 Q&A で、殿が珍しく、あんな番組に出ているのを知り、見てみました。しょうがねえから出たんで、頼むからって、30周年だったからよ。ゲスト回答者が一人ずつ前に出て問題を出すたびに、殿がボケると、隣にいたインチキモンゴル人みたいな顔、誰だそれ、誰だ、高橋正直が左手で、そんなバカな、よしなさいなんて言って突っ込んでいたのを見て、生きていた頃のビートキヨシさんを思い出しました。それにても終始、殿をまるで犯罪者のようなものを見る目つきでずっと見つめていた江守陽子や、自己紹介しなきゃ NHM と間違えそうな趣味花山を丸けでしたです。あ、竹ちゃん犯罪者だったんだ、ごめんだって、バカ野郎。あれ出てさ、めちゃくちゃ言ってたらさ、ついに間に相当カットになったな、あれ。あ、そう、いろんなこと言ってたんだよ。あらい珍しいもんな、ね、よかった。 IBS 頼み込まれてさ、IBS の番組2つやってから、どうにかやってくれって30周年記念だからさ、お金にメイクなんて出ちゃったんだよ。来たら訓練でやんの、まいっちゃうよ。ゴルフ道具一式くれるか、あげるから勘弁してたって、汚いっつうんで、ガタルクなのバカ。福島の殿と軍団のコンサートを見に行ったが、前のファンの人にすっかり無視されちゃった、つかみに一言。そんな思いに誰が気づくか、この駅弁の割り箸袋の中に一緒に入ってる爪楊枝野郎だって、ひでえこと言ってやる。ああ。
大金な深みやな。サラリーマン諸君、そして学生の皆さん、この頃どうも疲れ気味で王貞治が不足していませんか。健康は睡眠と食事と王貞治のバランスがあってこそのものです。そんなあなたにこの王貞治屋をどうぞ。どんなに疲れていてもお電話一本で王貞治を送り込み、人間はね、どんなに辛くても努力していればね、大丈夫なんだよと優しく勇気を与えてくれます。なお好みで王1号イブスイート何これユーバサトって言うから、O2 号新風亭愛嬌、O3 号マキシンジ、何時が入ってんの。なお大貞治屋では映画も制作しており、この末は村田長寿物語を無駄亭道さんの指に迷いを作った村田が、お豆さんに憎いねと言ったり、各体験役の京本正樹との投げ合いもファンの涙を誘って、でも工藤役の岡田真澄の長男はちょっと無理がある。なんだかね、これこれはいいや、花始めと全部こうなってんのこれはいいな白木さん出てる。秋は大門正明のヌードプロレス見ながらビアガーデンで一杯やって、セコンドにはヌードの石川進むや横山プリンがオイルにまみれになって転げ回るのがいいですな。さて今日ご紹介するのはカヤです。カヤ、都会暮らしが長くなりマンションの隣ではアブドラダ・ブッチャがイマニュエル・ボーヤ物語のロケーションで踊り狂ったりすると、ふと昔のことが懐かしくなるもの。そんな時アウトノブルがヌードになって新風亭流暢になりきったりしていたらもう我慢できません。我々カヤがあなたの部屋に顔、カヤを釣り、母ちゃんを一人送り込み、さらに部屋に顔を一匹放ち、ほら、蚊帳に入るときはさっさとお入り、ほら一匹入った、パタパタさせな、なんと、詳しいことを思い出させてくれます。今この蚊帳を注文すると、渡辺美佐子、高知桃子、阿波屋紀子、初井琴平、主演の花の飛鳥組をチケットプレゼント、森田健作の CM パロディで菅原洋一がヌードになり、うんこの滝を浴びるハンバーグ大魔王との対決が見物、同時上映、榎木雄一郎の千秋実る物語、もうなんだか分からないバカ野郎、何言ってか出たかだよ、もうダメだこれ。